桃山南口駅は、京都府京都市伏見区桃山町丹後にある、京阪電気鉄道宇治線の駅。駅番号は、京市72。1913年6月の京阪宇治線の開業と同時に開設された駅。開設の目的は、同年7月に桃山五両で予定された、明治天皇ご一年祭の参拝者輸送だった。 貨物輸送は1914年9月に開始され、駅に隣接する日房の工場への貨物の積み下ろし施設があった。水害の多発地帯で、戦後も昭和28年の台風13号、第二室戸台風などでは、線路が浸水して普通になった。山品川に隣接する堤防が昭和40年代になって作られた。1981年の駅舎改築までは、 宇治行きホーム側のみに改札口があり、朝の未中所島妹きホームへの臨時改札口が設けられていた。1998年8月までは校内踏切があった。相対式2面2線のホームを持つ地上駅である。改札口は上下線で独立して設けられており、改札内で互いのホームを行き来することはできない。宇治方に改札口があり、 宇治方面の改札口には早朝深夜を除き、駅員が配置されている。案内サインは、上記の通りであるが、上り列車は、中所島駅までの運転のため、淀谷橋、中野島線方面と出町柳方面は、中所島駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとも有効長は5両。鉄道ピクトリアル2000年12月増刊号。 特集京阪電気鉄道の P85 に掲載されている1965年9月撮影の桃山南口関月橋を撮影した写真には堤防はなく川の横を京阪電車が走っていた ABCDEF 出展京阪開業100年記念誌京阪100年の歩み資料編145ページ出展京阪開業100年記念誌 京阪100年の歩み資料編208ページ出展、鉄道ピクトリアル1984年1月増刊号、特集京阪電気鉄道の124ページ、出展、上村義弘著、京都の地水と昭和大、水害7ページ、昭和34年8月水害浸水域図、89から115ページ、第4章、宇治川と宇治市の水害出展、駅置きの月間広報誌、 暮らしの中の景判1981年4月号、出展、暮らしの中の景判1992年3月号、出展、暮らしの中の景判1994年11月号。ありがとうございます。